新しい犠牲者。お徳の留守中に本町三丁目の北川屋にはまた恐ろしい事件が起こっておりました。その日の朝、下女のおこんが雨戸を開けると、狭い庭先の植え込みの下に何やら黒いものが。近寄って引き起こすと、大変、いっぺんに腰を抜かしてしまいました。それは北川屋の娘分で、この間から傷の養生をしていたお園が明けに潜んでこと切れている姿だったのです。なんという変な声を出すのだ。一番先に飛んできたのは手代の時三郎でした。続いて番頭の中蔵。お園さんが、お園さんが。おこんは飛びのいて植え込みの下を指さすばかり、急には後の言葉も続きません。何？お園さんが？時三郎もそれに続く中蔵もあまりのことに仰天して、しばらくは口を開いて見ているだけでした。ようやく気を取り直した中蔵が、死に死んだお園の死体を抱き上げて植え込みの外へ持ち出し、遠くの方から中腰になって恐る恐る覗いている下男の友吉を呼んで、ともかくも縁側まで運び込ませ、時三郎殿は大急ぎでお隣のご浪人に知らせてくれ。友吉は明神下の銭形親分のところへかけていくのだ。そのついでに家事長の源流先生のところへ声をかけてくれ。無駄だとは思うが、一応お医者にも見てもらわなきゃ。さすがに中蔵は大家の支配人らしく、細かいところに気が届きます。初冬の朝の薄日の中に覆うものもなく転がされたお園は、まことに見るも無残な姿でした。髪はほとんど乱れもありませんが、細表の上品な顔は血の毛を失って青白く引き締まり、ほのかに開けた目にも緩やかに結んだ唇にも、さして苦痛の色もありません。傷は首筋といっても肩口に近く頸動脈を深々とえぐったもので、その手際はまさに外科医の正確さです。着物は少し派手な長襦袢に赤いしごきを巻いて、上から小袖を引っ掛けたらしく、植え込みに引っかかったままそれは庭に残されました。何より人目を引いたのは、そのしごきが無理に引っ張って緩くされたらしく、襦袢の前が無残に引き上げられて、あらわな玉の肌が年配の中蔵の目を背けさせます。何を見ているんだバカ、早く行かないか。気がついて友吉に怒鳴ると、死体の前妻を直してやって、庭から持ってきた小袖をその上にかけました。お園がどうしたというのだ、お園が。庭木戸を押し開けて入ってきたのは、お隣の浪人者、お園の養い親とも兄とも言われている足柄七三郎でした。足柄様、この姿でお園さんは植え込みの下で死んでおりました。番頭中蔵の指さす死体にもろ手をかけた足柄七三郎は、お園、これはどうしたことだ。誰がこんなむごたらしいことをしたのだ。寝巻きの上に一刀をぶち込んだ姿で、すぐそこにお園殺しの下手人でもいるような気構えで、あたりを寝目回しながらわめき立てるのです。もしここで少しでも怪しい素振りのあったものは、足柄七三郎の取りのぼせた刀の下に真っ二つにされたかもわかりません。いや、現にこそこそと木戸から入ってきた手代の梅吉は、やにわにその襟髪を取って引き据えられ、離れ、二つ三つ小突き回されて、靴脱ぎの下に叩きつけられてしまったのです。あ、ご勘弁を願います。梅吉はそれを間抜けな朝帰りを折檻されるものと思い込んだらしく、少しどうけた格好で手などを合わせて拝んだりするのでした。お園を殺したのはお前だろう、己どうするか。足柄七三郎は少し血迷った姿で恋口などを切っております。とんでもない、私は遊びに出て一晩家を開けただけで、お園さんがどうしたというんです。それを見ろ、お前でなくて誰がこんなむごたらしいことをする。あ、お園さん。指さされた縁側の上の死体へ視線が行くと、梅吉はバッタのように飛びついて、その血だらけの首ったまにかじりつくのです。ええ、
のかねえか汚らわしい。この間からお前は執念深くお園を追い回していたそうだが、弾かれた悔し紛れに夕べ仲帰りしてお園を誘い出し、ここで刺し殺して逃げたに違いあるまい。とんでもない旦那。何が何でも役人が来るまでそこを動くな。ええ、動くなと言ったってお園にかじりつけということではない。さあ役人を呼んでくれ。お園を殺したのは梅吉に決まったぞ。この野郎でも誘い出さなきゃ、お園は夜中めったに外へ出る娘ではない。足柄七三郎は気概じみた声を張り上げるのです。足柄様、お腹立ちはごもっともですが、しばらくお待ちくださいまし。銭形の親分がもう来るはずです。番頭の中蔵が鳥なし顔に言いますが、足柄七三郎はお園を失った悔しさで腹いっぱいらしく、何と言っても耳に入れそうもありません。お徳はどこへ行った。顔を見せないようだが。七三郎の先鋭な神経はそんなところまで回るのでした。お徳さんは兄さんが死んで吉原の家へ帰っております。番頭の中蔵が言い訳らしく応じました。お徳は愛嬌者で店の誰にも受けがいいのでしょう。その時ちょうど鍛冶町の外科源流が総髪頭で駆けつけてくれました。天使が住むまでは死体を家の中に運び入れもならないので、縁側に置いたままざっと目を通して、こいつはいけない、もう冷たくなっているが、殺されたのは夜中過ぎだな。恐ろしい手際だ。刃物は細い合口かなんかで。源流は言うだけのことを言ってさっさと帰ってしまいました。銭形平次が駆けつけたのは5つ8時少し前。銭形の親分、これは一体いつになったら片付くことでしょう。五十男の番頭中蔵は挨拶の代わりにこんな愚痴を言うのです。打ち続く北川屋の災難、主人金兵衛の死に始まったこの深刻な呪いがいつになったら止むことでしょう。みんな昨夜はうちにいたこったろうな。それに対する平次の言葉は挨拶抜きの途方もないものでした。おりましたが、梅吉殿とお徳さんは。お徳さんは吉原のうちにいるはずだ。八五郎が泊まって見張ってるよ。え？それは番頭の中蔵にも予想外です。梅吉はどこへ行ったんだ？え？梅吉は顔を上げました。胸から襟へお園の血がついて、いかにも凄まじい様子です。相変わらず抜け出して遊びだろう。今度はおめえが追い回していたお園が殺されているんだぜ。ごまかしたことを言うと、お前は下手人を背負って立たなきゃならねえ。よく考えて返事をするがいい。平次は縁側に乗り出しそぼに、お園の死に顔を念入りに調べながら、靴脱ぎの下に小さくなっている梅吉に決めつけるのでした。どうしても言わなきゃならないでしょうか、親分。くどいな。おめえは下手人にされかけているんだぜ。どこで一晩過ごしたか、お園さんを殺さねえというしっかりした証拠がいるんだ。平次は容赦のないことを言って、ひとまず死体の調べを終わりました。痛々しくも清らかなお園の死体には、平次も少なからず打撃を受けた様子です。親分、言いますよ。お園さんが死んだ今となっちゃ、誰に聞かれたところで決まりの悪い話じゃございません。実は牧場へ行っておりました。仲帰りも何にもいたしません。お竹屋のお千代に聞けばわかります。バカ。平次はなんとなくそう言いたかったのです。牧町といえばその頃有名な三国長屋のあった場所で、陰備の限りを尽くした江戸の変質者どもが創業の師匠に戯れて、その悪趣味を満足させていたのです。それがどんなに軽蔑すべきものであったか、下手人の疑いでも受けなければ梅吉もスラスラとは白状しなかったでしょう。でも親分、あっしはお園さん殺しの下手人でない証拠、これで分かってくださるでしょう。だが誰かお前が牧町の小竹屋にいたことを知っている者があるか。小竹屋のうちの者じゃいけねえよ。示し合わせさえすればどんなことでも言う手合いだ。親分、あっしがお竹屋を出た時、あの大車伝次とかいう人に会いましたよ。大車伝次？はびから帰ってきたのかな。平次にもそれは耳寄りな話でした。この間から
東海道の吉原と三浦岬へお辰の生い立ちの証拠を調べに行った小車伝次が、時刻も朝方その辺りにうろうろしているというのは何か意味がなければなりません。お仙とお辰はどうしているんだ？平次はこの騒ぎの中にも顔を出さない二人の娘のことに気がつきました。二人は縁側から見ておりましたが、ここへ呼んでくるがいい。お園の死骸の前で聞きたいことがある。平次が大きく声を張ると、どこかで障子の閉まる音がしております。多分この騒ぎを二人はどこかで覗いていたことでしょう。番頭が奥へ引っ込んだ間に、平次の上げた視線は偶然に足柄七三郎の視線と切り結ぶようにぴたりと宙で会いました。銭形の親分、下手人の見当はついたことだろうな。いつもの皮肉な調子は抜けきれませんが、さすがにこの虚無的な浪人者の目にも突き詰めた色があります。一向わかりませんよ、足柄様。そんなことでは済むまいが、寺社のお係からも同じようなことを言ってきました。あっしもこんなに手を焼いたことはありません。くせ者は銭形の親分より利口だというわけかな。足柄七三郎のこけた方には初めて青白い霊笑が浮かびました。もっともこれだけのことは言えると思います。お園さんを殺したくせ者は、お園さんを寝巻きの長襦袢のまま庭先へ呼び出せる人間にちげえねえということ。それも夜中過ぎの寒い庭へ。平次はそう言い切って七三郎の霊笑を封ずるのです。それはどういうわけだ。つまりお園さんのいい死とか、親代わりの足柄七三郎様かということになりますが。何だと？もう一遍言ってみるがいい。何遍でも申します。武家育ちで身だしなみのいいお園さんは、大概なものに誘われたのでは、寝巻きのしどけない姿で庭先なんかへ出るはずはありません。その上あのみだらな様子は、お園さんを殺めたのはお園さんと訳のある男ということになれやしませんか。手代の梅吉はお園さんを追い回していたようですが、ゆんべは牧町のおたけで恥っかきなびくにとふざけていたと言います。そらいずれ人をやってとことんまで調べさせますが、梅吉が夜半過ぎにおたけを抜け出さねえとわかると、この足柄七三郎が怪しいというのか。まあそんなことにならなきゃいいがと心配しております。この前に風呂場でお園さんを刺したのも、足柄様のところから持ち出した槍でした。そんなバカなことが。お徳はどこへ行った。あの娘は拙者とお園の仲がそんなものでないことをよく知っているはずだ。足柄七三郎は銭形平次の逆襲を食らって地団駄を踏みますが、平次の論理が厳重で緻密で、すぐにはそれに対抗する言葉も浮かびません。まあ足は足柄様を下手人と思っているわけじゃございません。静かに足の申し上げることをお聞きください。くせ者は主人の金兵衛を殺した時からお気の毒ですが、足柄様に宴が向くように仕組んでおります。平次の穏やかな言葉に足柄七三郎を黙り込んで目ばかり光らせております。よくお聞きください。宝禅寺で主人が刺された時、一人で裏座敷へ行ったのは番頭たちの他には足柄様だけだったと思います。もっとももう一人怪しい男を見たというものもありますが、それは当てにはなりません。足柄七三郎の憤怒は次第に危惧に変わって、にがりきったまま平次の説明を聞いております。風呂場でお園さんと下女のお銀が刺された時も、足柄様には確かにご自分でねえという証拠はねえはずです。お徳さんをさらったのも、おはんばばあを殺したのも、お徳さんの兄の源助を殺したのも、ゆんべお園さんを刺したのも、足柄様でねえとは誰にも言い切れねえはずじゃございませんか。バカなことを言え。これは何の恨みがあって源助やお園やおはんを殺すのだ。それがわからねえから、あっしは足柄様を下手人とは思わねえんで。お園が生きておれば北川屋の娘分だ。いずれは江戸でも高名な家の跡取りになれると思えばこそ、大事な養い娘を手放した拙者ではないか。足柄七三郎は平次の絶望に追い詰められて、対面も見識も振り捨ててしまい、とうとう金に転んだ心の秘密までぶちまけてしまいました。では
お園さんの身元をもう少し詳しくおっしゃっていただきたいんですが。詳しくも存在にもみんな言ったはずだ。拙者の同伴で弓沢源次郎と申す者の一人娘だ。弓沢氏も浪人して世過ぎに困った上、お園一人を残して夫婦とも世を去ってしまったので、3年前に拙者が引き取り、自分の娘同様に養っていたのだ。あの通り美しい器量で、気性もまことに素直であった。足柄七三郎、娘の無残な姿に目を落としてほろりとするのです。北川屋の主人金兵衛殿が朝夕お園と顔を合わせているうち、10年前に乳母と一緒に行方不明になった娘お染の面影に似ているとやらで、引き取って養いたいと立っての望みだ。お園の両親は拙者年来の親友で、お園が生まれた時から15の娘姿になるまで美しく追い立ってゆく姿を拙者はこの目で見ている。どう間違えてもお園は北川屋の娘ではないと申したが、金兵衛殿はどうしても聞き入れず、散々もんだあげく、千両という支度金でとうとうお園を手放す気になったのは、拙者長々の老老で貧苦に苛まれたためとは申しながら、返す返すも残念至極で、拙者一代の過ちであったよ。足柄七三郎はお園の死骸の肩から顔へ、乱るる髪の中にまでも手を差し込んで、涙の哀舞を続けるのでした。この浪人者は皮肉で無法で、少し虚無的にさえ見えますが、養い娘のお園に対しては心からの愛情を持っていたらしく、その愛情が不正愛か横島な恋心かはともかくとして、千両の支度金のためにお園を手放して非業に死なせる原因を作ったことを心の底から後悔している様子です。そのお園さんには男はなかったんでしょうか。ない、そんなものはあるわけはない。足柄七三郎は頑固に首を振るのです。